DJ Sorry。アロハ、こんにちは。 DJ ソワラズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、今回なんですけど、はい、皆さん新年明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤー装備召喚開催ということで、2021年1月1日金曜日0時よりハッピーニューイヤー装備召喚2021が開催されましたということで、はい、1回限定無料、これやばいですね。新年を記念してハッピーニューイヤー装備召喚2021を開催。こちらの装備召喚は期間中1回限定無料で実行可能ですと。ハッピーニア装備召喚2021では星7装備1個、星6装備2個、星5装備7個は確定、強力な装備を手に入れるチャンス。やばいっすね。いやー、おめでとうございます。開けましておめでとうございます。しかもこれやばいっすね。ハッピーニア装備召喚 2021BGM はファナタジーメインテーマレコードキーパーバージョン変更します。今のこの音楽もやばいっすね。ファナタジー10のめちゃくちゃいいっすね。これゲットできないのかな。はい、ということで、じゃあ早速なんですが、行ってみましょうか。いやー、やばいやばいやばい。来ました。ゆく年来る年装備召喚、僕ちょっとラインナップ見たんですけど、さらっと。まあ、ここは僕スルーでいいかなって思いました。うん、なので、ハッピーニューイヤー装備召喚2021。来たー、音楽かっこいいっすね。何出るんですかね、リミットブレイクオーバーフロー。うん、いいの。二所持、ゲットしたいっすね。欲しいのなんだろう、ヴィンセントとか欲しいですね。あとなんだろうな、そんなところですかね。リミットブレイクオーバーフロー欲しいの。星6装備、ここで、うん、モグの覚醒2とか聞きたいですね。モグシンクロはないか。覚醒2所持いいの聞きたいですね。それでは10連1回限定無料です。やってみましょう。いやー、モグちゃんいい引き頼みますよ。演出かも 100% 見れるんですよね。この確定ですからね。さあお願いします。いいもの滅ぶは明けおめ。おお、演出がやっぱいいですね。ここ絶対来るとバチンといいですね。持ってる、これは持ってる。スノーさんですかね。持ってない、絶対持ってないと思う。見たことないですね、この緑。なんだろう、これは持ってると思います。多分ラグナ。ヴィンセント来た、ヴィンセント来たけど、多分これバーストとかなんか持ってると思います。これは見たことない、これは見たことない、これは見たことない。さあ最後いく、これはスーパーボール。持ってなかったかな、ユフィちゃん。あ、これなんだろう、わかんない、これわかんない、見たことない。さあここ大事なところ、リミットブレイクオーバーフローでしょ。パン、持ってないかな。でもかっこいいつ、あ、持ってない。チャキンってなんないから。ヤシュトラー、あ、結構いいんじゃないですか。かぶり2個だけですよ。あ、エアリスか。エアリスとヴィンセントだけですよ。え、待って。1個目もかぶりじゃなかった。ワッカっすよね。ワッカ持ってると思った。で、スノーさんですよね。バースト。ティーダ、レジェマテ。おー。ティーダさんも強化。で、これエアリスのあれでしたね。レジェマテでしたね。これはヴィンセントも。持ってます。でこちらがワン、ファイナルトジーワン、マットーヤ、いいっすね。いや、ユフィちゃん確かにスーパーボール持ってなかった。うん、どうやって回収しようかなと思った。メイヤーチェイン、やばいやばい。これ待機時間なしで水のチェーン、新チェインじゃないですか。やば、いいね。リチャード、リチャード使ってないな。アザース新規野手いいっすね。野手とラルニックベイクオーバーフロー大当たりです。野手はスタメンなので、今後はちょっと野手はアタッカーでも考えているので、野手とラありがとうございます。はい、ってことで今回は DJ ソラーズメロージャム TV ファナタジーレコードキーパーニューイヤー装備召喚やってみました。はい、ここから番宣なんですけど、はい、本日2021年、僕の DJ ソワライツメロージャム TV 企画、耐久企画ということでライブ配信、この動画見る前に上がってると思うんですが、あの元旦チャレンジ耐久、もう休憩なし、もう連続配信クリアするまでっていうのを企画、2021年一発目ライブ配信企画、
ファイナルファンタジー7の耐久クリアできるまでやりますので、本日17時スタート予定、もうちょい前ぐらいから入ると思うんですけど、17時には始まってると思います。完全にもうぶっ続けていきます、クリアまで。なので興味ある方覗きに来てコメントとかくれたら嬉しいです。はい、ということで今後いろんな動画上げていくと思うんですが、2021年ファイナルファンタジーレコードキックはコンスタントに動画更新していくと思うので皆さん見てください。引き続きキングダムハーツとファイナルファンタジーシリーズ強化していきたいと思います。で現在ドラゴンクエストシリーズ配信もしてるので 11S、今途中止めてるんですが、年末年始企画ってことでね、年明け前にクリアしてる企画、階級各国チャレンジやったので、ドラゴンクエスト 1,2,3 初見でクリアするまで配信っていうのをやったので、興味ある方アーカイブ残ってるので見ていただけたらと思います。で2021年今年はファイナルファンタジー7一発目耐久企画チャレンジやりますので、元旦チャレンジ見に来てくれたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。サンキューマハロー。